笑顔が見られたって本当に嬉しいですよね、はい、本当準備に携わった大勢の皆さんと、はい、そしてもうその日こうあちこちから応援してくださった皆さんと、はい、皆さんのおかげです。そうですね、音聞こえてますか？おやおや、おやおや、聞こえてますか？はてなまたなんかこう、ね、もう一回喋りましょうかみたいなあ、筆談来ました。あ筆談コーナー、今音がこう見てる人に音が聞こえてないんじゃないかという疑問が呈されたんですが、はい、聞こえたということで、聞こえてますね、はい、うん、聞こえたっていうコメントが流れています。はい、ようやく聞こえた。あら、最初から聞こえてなかったのかしら。ラグビーの話してたんですけれども、ね、ラグビーの話聞こえてました。かなりこうすごいいい話してたんですけど、盛り上がって、ええ、釜石宇野住まい復興スタジアムでの、はい、フィジーウルガイ戦の話をしてたんですけれども、そこ残念ながら、はい、聞こえなかったのかな。いいとこだったんですが、はい、まあ、いやでも本当に、子どもたちの、ね、ちょっとこう声も大事なことをこう今日はお知らせしようとして準備してたところもあります。はい、10月13日今度の日曜日になりますけれども、はい、この同じ9月25日と同じ、はい、釜石宇野住まい復興スタジアムで、はい、ナミビア対カナダ戦が開催される予定となっているんですが、ですが台風19号が接近中ということで、はい、すごく心配ですよね。はい、気象庁の予測によりますと、台風第19号はその13日日曜日未明から朝にかけて岩手県に最も接近する見込みとなっているということで、はい、その接近に伴って12日土曜日の夜遅くから13日日曜日の昼頃にかけてこの暴風雨となることが予想されています。はい、岩手県では盛岡地方気象台などの機関や有識者で構成します岩手県風水害対策支援チームを招集して、市町村に必要なアドバイスや情報提供できるようにする体制を取りました。はい、明日の10月12日午前9時に
県の災害警戒本部を設置する予定です。それは気象警報が出次第、出る頃、災害特別警戒本部に移行して、そして、災害がこう発生し必要となれば災害対策本部を設置するというようなこう運びとなります。今岩手県外から見ている方々もいらっしゃると思いますけれども、この県内外を問わず、台風の接近が予想される地域にお住まいの皆さんは、高波、土砂災害、河川の氾濫など、自然災害に十分警戒し、市町村の避難勧告等の情報収集に努めてください。はい、準備はね、もうどれだけしてもいいですからね。もう早めに思い切ってというのはポイントです。はい、ということで、このラグビーワールドカップについては、13日のナミビア対カナダ戦を開催するかどうかなど、ラグビーワールドカップの試合開催への影響については、ラグビーワールドカップ2019日本大会公式ホームページで随時更新しております。はい、今後の気象情報や市町村からの情報をしっかりチェックしていきましょう。はい、そういうことであります。はい、気をつけていきましょう。さあ、そして今回の特集なんですが、岩手の暮らしと安全を守る岩手県警察という、特集で参りたいと思います。はい、私たちの日常の暮らしを守るために、交通安全や防犯、犯罪捜査などに日夜活動していらっしゃる岩手県警察。ラグビーワールドカップ釜石開催でも会場警備など岩手県警の皆さんが安全安心な大会運営をサポートしています。そこで今日はですね、岩手県本部長の島村 A さんをゲストにお迎えいたしまして、岩手県警察の取り組みをテーマにお送りしていきます。それでは早速お呼びしましょう。島村本部長、こちらへお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。あ、来てくれましたね。すごいですね。これちょっと作ってみて、なんか手作り感で来てみました。自分で作ったんですか。手作りでこんな感じで、あの広がってくるみたいな仕掛けが施されて、仕掛けがこうなってこう、はい、ロシアのマトリョーシカみたいな感じで、ちっちゃくなってて、こんな感じでやってましてですね。これ最初ちょっと大きさが分かんなくてですね、秘書の小野寺くんがいろいろちょっと大きさ作って、なるほど、したらこんなにいっぱいなことになって、しかもね、ご自分の、これは昔ちょっと他の県警で勤務してる時に、似顔絵上手い人が描いてくれて、素敵です。ちょっとここで、もう置いたらね、ちっともちっちゃいの見えないですけれども、警察って似顔絵上手い人いるんだ。仕事上必要で、普通でこんな感じで、それですか、その方ですか。その方がやって、はい、ちょっと自己紹介していいですか。お願いします。練習してきたのがあるんでですね、はい、楽しみにしました。お願いします。よろしくお願いします。視聴者の皆さん、元気ですか。元気があれば何でもできる、元気があれば岩手幸せ大作戦本部長初登場。はい、ありがとうございました。どうも、ありがとうございます。すごいですね、登場からツッコミどころが満載でございますけれども、つかみは OK みたいな、 OK です、もうバッチリです。OK、警察本部長がこの番組に出ていただくのは、この番組として初めてなんですけれども、なかなかニコニコ動画生放送的にもこうなかなかないことなんじゃないかと思います。そうですよね。しかも非常にありがたい、貴重なことです。ありがとうございます。しかも結構コメント、芸人さんっぽいっていうコメントが、はい、もう来ておりますけれども、ありがとうございます。本部長なんで、あ、ね、なんですよね。はい、はい、ということで、島村本部長、今日は本当によろしくお願いいたします。で、島村本部長なんですが、岩手県は2回目の赴任ということで、はい、今回本部長として赴任されたのも自分で希望されてとお聞きしたんですけれども、はいはい、本当なんですか。私平成21年から、1年半ほどですね、岩手県警察の県部長を務めていたんですけれども、岩手とっても良いところなので、今回人事当局に希望してですね、岩手県警察の本部長として赴任させていただきました。はい、そうなんですね。それはなんかこう岩手県民としてすごくそうやって希望してくださったっていうのは嬉しいんですけれども、その希望って実際こう叶うものなんですか。すぐ希望は警察問わず民間でも同じだと思うんですけど、はい、叶う時もあれば叶わない時もあるんですけども、そうですね、私の場合強くですね、非常に強く希望したので岩手に赴任させていただきました。はい、ですから知事さんとフジポンさんにはですね、私 の再登板カムバックをお祝いしてほしいと思います。お祝いおめでとうございます。はい、これは本当のこんな感じでフリップ用意してきましてですね、はい、希望、今日、
岩手ということでですね、はい、希望郷岩手でございます、はい、ありがとうございます、はい、いっぱいフリップ今日用意しているのがちょっと見えてるんですけど、まだまだこういうのがいっぱい、あ、そうですね、あのいろいろ自分で全部考えてきますので、はいはいはい、希望郷岩手がまずね、はいはい、1個目いただきました、ありがとうございますさあこの番組なんですけれども、この岩手の魅力をね、県外の若者のね皆さんを中心に情報を発信するということが狙いなんですけれども、強く希望してこの岩手に来られた島村本部長から見た、はい、この岩手の魅力ってどんなところですか？はい、あの岩手にあの語り尽くせないほどいろんないい魅力があると思うんですけど、私が思ったのはまずあの人がいいというのがあると思いまして、はい、私があの再度岩手に行きたいなと思った理由は、あの警務部長当時にですね、ちょっと仕事がいろいろ大変なことがあったんですけれども、はい、その際にあの職員の皆さんが本当にいい方々でですね、そういった方々に支えられてなんとかあの乗り切れることができまして、もちろんその私の周りにいた人だけをもってですね、岩手の県民性と大冗談に抽象化することはできないんですけども、非常にあの優しくて誠実で黙々と仕事をされる方が多かった印象があります。はい、岩手の人っ子は本当いいですよね。だんだ。私も東京でこう全国の人たちと一緒に働いたり、あるいはこう外国で外国の人と一緒に働いたりしたことがありますけど、こう知事をやって思うのは、こう岩手の人たちは本当一緒に仕事をするのにすごい仕事しやすい、はい、こういい人たちだなと思いますね。仕事にもすごく真面目ですし、ね、熱いですしね、はい、うん、他にはどのような魅力がありますか？あの私あの前任東京だったんですけれども、はい、東京と比較しますとあの自然が多いというのが、大きな魅力だと思います、うんうん、私あの職場からあの自宅から職場まで朝夕歩いて通勤してるんですけれども、はい、あの中津川 の, あの遊歩道を歩いているとですね、川 の, あのせせらぎが聞こえてきたり、あるいはあの鳥のさえずりが聞こえてきたりしてですね、あの非常に幸せな気持ちになります。はい、ね、わかります、はい、ね、今もうすぐ鮭も、あ、そうですね、帰ってきますかね、こいのぼりみたいのがこう出てますんで、川の橋のところにですね、ちなみにこれはですね、あの10年前にあの県部長当時の平成20年の2月21日に私が作った句、日記からちょっと引いてきたんですけど、はい、こんな感じでですね、中津川水面に浮かぶエメラルドということで、これは当時あの太陽の反射光でですね、キラキラと水面が光っていて、その色がこう緑色ですごい綺麗だったんですね。あの岩手といえばあの宮沢賢治が有名で、あのクランボンとかありますけれども、まあそれに似てるような非常にあの不思議な光景で感動しました、うん、はい、いや本当に岩手の私たちが見ても本当に綺麗ですよね、中津川のあの景色と水が綺麗ですからね、本当に鮭が登ってくるくらい綺麗な水ですし、県庁所在地であんなにね、こう綺麗な川があるっていうのはやっぱ自慢ですよね、はい、ちなみにどちらのご出身なんですか？島村、埼玉の浦和で、こんな感じで埼玉ポーズでいつもあの県警内では埼玉ポーズなんで、埼玉ポーズってあの白子場と県の白子場とテーマにしてやってました。あのダ埼玉ってあの映画のですね、はい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 、東映埼玉っていうのこの間やって、非常に面白い映画だったんですけど、もうこんな感じで県警内ではいつも写真これで写ってます。そうコバトンっていうキャラがありますよね。かわいいね、知ってます、はい、知ってます、はい、あの原作はあの飛んで埼玉読みましたけど、ね、漫画は非常に詳しいので、はい、面白いですよね。じゃあその地がこんなに素敵な本部長を生み出したのですね。あ、ありがとうございます、はい、埼玉の人はちなみにあの県民 の, その県土に対する郷土意識が一番低いとかあの、言われて、うん、あの、うん、叩かれたりして花輪に歌われちゃったりして、うん、だんだんだだんとか言ってですね、うん、あのでも岩手の方も岩手大好きっていう方が周りで多くてですね、うんうん、そこがかなり楽さがありますですね、うんうん、ね、やっぱ岩手大好きな人がね、はい、多いところの方が、はい、でも私もあの岩手へ来させていただきました、はい、ね、そして好きと言っていただいてすごくね嬉しいですし、先ほどね人がいい、そして自然も豊かというお話いただきましたけれども、はいはい、他にも何か あとは特にあの食べ物がですね、はい、あの美味しくて、あの私が住んでるあの警察官舎の近くにあの美味しいお店がたまたまたくさんありまして、で、あのそのうちの一つがあの自然食のオーガニックのお店であったり、あのカジュアルフレンチのお店であったりしてですね、いつも大変美味しくいただいておりまして、でそんなロケーションにあの本部長官舎があってですね、こちらなんですけども、
感謝に感謝ということでですね、はい、もうそのものというか、よっとか聞こえてきたらなんかおかしいでしょ、はい、なんか、感謝に感謝、ありがとうございます、はいはい、素晴らしいのがねどんどん飛び出てきますけれども、はいね、ちなみにその自然食のね、はい、お店の方はですね、はい、この間すごい大成功した夏の三陸防災復興プロジェクトのガストロミーの裏方をされていてですね、うんうんうん、表に出るのは海外のすごい方なんです、外国の方なんですけど、はい、裏で料理する方がいてですね、その仕事をされてました、うんうんうん、で私今回これに出るってそのお店の人に言ったらですね、知事との共通点として数学を習った先生が多数知事と同じなんですよってそうでしたか言われてます、じゃあね、その共通点もあって、はい、なんかやっぱり岩手ならではですよね、そういう共通点があるっていうのも、はいはい、ねえ嬉しいですよね、人と人がこうつながりますから、そうそうそう、なんか狭っていうねことがよくね、はい、岩手ってあるなっていうのも感じるんですけれども、はい、この間も釜石警察署の新築の時知事いらしていただいた時に、はい、やっぱりこの職員が実は私の父が知事と同級生でみたいな会話がありまして、ね、ありましたね、狭いですね、いいですね、なんかねギュッと密着してる感じが、はい、はい、でこうやってね岩手県の人や自然に魅力を感じてまたこう岩手に戻ってきてくださったっていうのは、はい、知事本当にすごく嬉しいことですよね、はい、ありがたいです、はい、はい、さあこれまではですね岩手県の魅力についてたくさんねお話ししていただいたんですけれども、岩手県警察からお知らせがあるということですね、はい、はい、3点お知らせしたいことがありまして、今日謎かけに絡めてですねお知らせしたいと思います、あ、そうなんです、謎かけはあるんですね、はい、謎かけが得意なもんでですね、楽しみです、謎かけいつもやってました、これ非常に定評があってそうなんですね、岩手県各界で今こう、あ、もう、あ、今の岩手の警察本部長さんは謎かけが、はい、謎かけをやるということが評判になってます、話題になってる、県議会の先生にも夜の懇親会なんかでやったりしてですね、謎かけやっております、はい、まず1点目は悲惨な交通事故を防止するためのお願いでありまして、はい、ちょっとこちらをご覧いただきたいと思うんですけれども、こちらはですね、過去5年間のですね、交通死亡事故のその分析をした表なんですね、で左側にですね縦軸として1月から12月ありまして、横軸が時間なんですね、で一番右側に日没の時間をこう取っておりまして、例えば1月で言いますと16時35分、2月であると17時11分ということで日没時間があります、で日没時間が青い丸でですね、プロットをこう点をこう1月2月でこうっていくとこうこうブーメランみたいな形になるわけですね、はい、で一方その過去5年間の交通死亡事故件数を1月例えば14時台に1件あると1がつきまして、15時台に2件ありますと2を入れるとですね、こう全部過去5年間がいって、この色が濃くなっているところが例えば1月の17時台というのは7件、2月の17時台は6件ということで非常に多いわけですね、そうするとこの相関関係がこの夕暮れ時の前後の時間帯にこう交通事故が多くなっているということがこう証明される分析図なんですね、はい、でこれはですね要するに当たり前のことなんですけれども、夕暮れ時間帯の前後はですねドライバーの方から歩行者も見えにくくなっておりますし、逆に歩行者や自転車の方からも自動車が見えにくくなっていると、ですからドライバーの方にはですねややこう夕暮れ時が来るちょっと前ぐらいに早めにライト点灯というのことをお願いしておりますし、はい、また歩行者や自転車の方にはこういった反射材といってですね車のライトが上がると光ったりとかですね、あとクリップライトといってこういう自発光式のですね、車のライト関係なしに光るのをこう身につけてやると車側に自分の存在をということで、これは最寄りの警察署とか交通安全協会とかですね、あるいはホームセンターなど地域によってまちまちなので最寄りの警察署にお問い合わせいただければ購入できると思います、はい、これでね、はい、反射材を、はいはい、効果が分かる映像を今日は持ってきていただけるんですよね、これを今からちょっともし出していただけると反射材の効果が分かる映像をちょっと持ってきましたのでお願いします、はい、見ましょう、はい、じゃあ説明いただきながら見ましょう、これがですね今映っ
ているのが、自動車から見た暗闇での、うんうん、こうあのシーンで動いてるんですけれども、こう歩行者ってちょっと出て全然見えないんですけども、ここにあの歩行者が怖い怖い、ちょっと近くいてですね、ちょっと見えないんですが、これをもしあの反射材を身につけるとですね、こう足の部分と首の部分と手の部分にあるんですけど、こう動いているのがしっかりと見えるという形で、あの非常に効果的であります。全然違いますね、つけるとつけないでは本当に、ね、ちょっとはい、パーティーみたいな気持ちにもなれそうな、あ、そうです、もうちょっと明るい気持ちにもなれますし、かっこいいですよ ね、かっこいいですよね、そうですね、あの、はい、ファッション性もあると思うんで、あの反射材みたいな、昔私内閣府にいた時反射材 のファッションショーみたいなのもやったことありまして、ね、お子さんとかもやっぱりね、はい、夜行かれる方とかはやっぱりね、はい、お父さんお母さんがこういうのね、つけてあげるのっていうのもすごく大事ですよね、はい、大事ですよね、はい、はい、ということで、あの謎かけ一つ目の謎かけなんですちょっとリクエスト、はい、謎かけなんですけども、あのこんな感じでですね、秋の交通事故防止対策とかけまして、はい、反抗期への子どもの一言と解きます。その心は、その心はどちらも夕暮れ時ということでですね、夕暮れ時ということで、夕暮れ時っていう感じで、よっていう掛け声が今入りましたけど、ね、ちょくあちらからよっていう声が、ね、聞こえてくれる、そんな感じで、あの夕なんですね、ジャニーさんみたいな、お亡くなりになりましたね、そうですよね、はい、残念でしたけど、はい、ジャニーさんの意思も引き継ぎ、夕暮れ時みたいな、はいはい、これ結構印象深く覚えて帰ることができそうで、はい、やっぱり反射材こう、はい、つけなきゃっていう感じに、はい、グレ時でお願いします。グレ時って言いながら反射材をつけるっていうね、はいはい、皆さんよろしくお願いします。グレないで少年飛行も兼ねてますね、あ、はい、そこもねしっかりと対策していきましょう、はいはいはい、では2つ目お願いします、はい、2つ目はですね、先ほど冒頭に申し上げました岩手県の魅力とも関連するんですけども、岩手というのはあの全国的に非常に治安がいいんですね、安全安心な県でありまして、はい、だからということもあるんですけれども、実はあの鍵をかけない人が多いんです。あ、ちょっと田舎の方に行くと特に多いかもしれないですね、はい、であの警察ではあの無施錠被害率といってですね、あの鍵をかけないで泥棒の被害に遭う人がどのぐらいいるかっていう、そういう犯罪統計があるんですけれども、はい、これがあの岩手県の場合は全国平均と比較して非常に高くなっていると、ですからみんなこう鍵をかけずに泥棒の被害に遭っちゃっているということがあります。そこであのぜひお願いしたいのが、あの鍵をかけてほしいと思います、うん、あの外出して不在になるときに鍵をかけるのは当然なんですけれども、あの自宅にいるときもですね、ぜひ鍵をかけてほしいと思います、はい、と言いますのは、あの泥棒が入ってきてですね、うんうん、居直り強盗という言葉があるんですけど、豹変する可能性もありますので、自分や家族の命を守るためにもぜひともあの鍵をかけていただきたいと思います。やっぱりね、結構油断っていうわけじゃないですけど、皆さんを周りを信頼してっていうところもあるんですけどね、でもまあ犯罪に巻き込まれてしまっては大変ですもんね、そうなってからでは遅いですからね、しっかりじゃあ自分で対策をしてしっかりお鍵をかけるっていうのがポイントですね、はい、で2つ目の謎かけに行きたいと思うんですけども、はい、2つ目の謎かけがこちらになります、泥棒の侵入を防ぐためとかけまして、矢沢永吉さんと解きます。その心は、その心はどちらもロックが命ですということでですね、これはあの鍵のロックとロックンロールの綴りを書き分けてロックとロックがカタカナと同じになります。ロックが命です、勉強になりますね知事もいつかどこかで使われるかもしれないですね、ロックが命、ロックが、はい、であの先ほど覚えて帰れそうな感じ、ありがとうございます、ロックをしてください、はい、であの先ほどからあのしてるこの謎かけなんですけれども、この私のこのフリップ芸はですね、実はフリップ芸だったんですね、はい、フリップ芸はあのお師匠さんがいましてですね、はい、お師匠さんがあの以前あの大分県警察で本部長をされていた際にですね、うん、あの防犯ソング鍵かけロックンロールというのを作られたんですけど、知事さんとあのフジポンさんは鍵かけロックンロールご存知でしょうか。あ、なんか今初めて聞いたかもしれません。すみません、勉強不足です。じゃあ、 あの今日はお二人のためにあのちょっとだけあのサリ歌ってみたいと思いますので、はい、ちょっと歌ってくれるんですか、はい、ここで、はい、じゃあちょっと歌を歌ってみたい、あれ誰が登場しましたよ、はい、伴奏する人が出てきた、ギター持って登場しましたよ、はい、じゃあ歌ってみます、ちょっと私も、はい、アカペラでちょっと緊張してますけども、ゆうちゃん、はい、
ロックしようぜ、ロックしようよ、さあみんなで鍵かけろくんろ、ロックしようぜ、ロックしようよ、さあみんなで鍵かけろくんろ、ロックしようぜ、ロックしようよ、さあみんなで鍵かけろくんろ、ありがとうございます。あ、もう終わったですね。あ、これで終わりでございます。今からかと思ってたんですよ。ロックしようよ、ロックしようよ、これなんか覚えて帰れそうな全部覚えられますよ、耳に残っちゃう音楽、ね、やばいです、これ今日寝る時までずっと鳴ってそうです、はい、やばいですね。これあの歌の続きに興味のある方はですね、大分ゲームの、はい、あ、大分県警のホームページでですねそうなんですね、はい、フルバージョン聞けますので、あ、今出てますね、出てますか、コメント欄に、ね、そういう機能があるんですね、はい、ぜひぜひ、アクセスしてみてください。はい、っていうかどなたですか。ちょっと紹介が遅れましたけど、うちの県民課長の大沼です。県民課長、はい、県民課長、はい、それはすごい方が、はい、大沼課長のギターが得意でですね、はい、シンガーソングライターとしてあの自分であの交通安全の歌というのを作られてですね、はい、歌ってました。あのちなみに前任は千枚屋警察署長をされていて、うん、あの署長自ら交通安全のイベントで、うん、あのこんな感じでやって、今日は特別にこのために来ていただきました。なるほど、BGM も奏でることができる、はい、いやすごいですね、はい、このいいですか、どうぞどうぞ、もう歌うんですか、あ、いいはい、よろしくお願いします、ありがとうございました、どうもありがとう、あ、もうかいちゃんですね、このためだけに来てくださったということで、はい、ありがとうございます、素晴らしいですね、はい、はい、では最後に、はい、忘れそうなんで3つ目お願いします。最後にまだあります、そうです、まだあります、はい、最後はあの特殊詐欺に騙されないでくださいというお願いでございます。はい、相変わらずですね、全国全体で見ますと毎日1億円近くの被害が発生しておりまして、あ、ということであの警察庁でですね、はいはい、そういった電話のあの防ぐための動画がありますので、これをぜひご覧いただきたいと思います。はい、ご覧ください。音出てないよというコメントが流れてましたが、さっき大きな音を、あ、今オレオレ詐欺から身を守るためには何が必要なのか、さあ家族みんなで力を合わせてオレオレ詐欺に立ち向かおう。家族の絆でストップオレオレ詐欺。皆さんは自動通話録音機をご存知ですか。自動通話録音機は電話の呼び出し音の前などに警告メッセージが流れるので、犯人に詐欺を諦めさせ被害を防ぐことができる装置なんです。この通話は迷惑電話防止のために録音されます。犯人は声が録音されるのを嫌います。だから電話に工夫で詐欺ブロック。家族や親しい人の番号を登録し、それ以外の番号から着信があった時に警告音が鳴る機器や、迷惑電話番号として登録された番号からの着信を拒否する機器などもあります。大切な家族を詐欺被害から守るために、ご自宅への設置や離れて暮らすお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんにも設置を進めてあげてください。機器の貸し出しや購入補助をしている自治体もありますので、自治体や警察にお問い合わせください。誰でも簡単にできる対策として、ご自宅の電話を家にいる時でも常に留守番電話に設定しておく方法もあります。
犯人からの電話に一旦留守番電話を挟むことで落ち着いて考えることができるんです。詐欺被害を防ぐために、さあ電話に工夫で詐欺ブロック。家族の絆でストップオレオレ詐欺。ほうとかなるほどのようなコメントが流れてて、皆さん聞こえてますか、私たちの声は大丈夫ですかね、うん、はい、 いやすごい方たちが出てますね、はい、そうなんですよ、これ、うん、あの警察庁 の宣伝でやってましてですね、はい、あの杉良太郎さんとかコロッケさんとかですね、はい、いろいろ出てまして非常に面白いです。ご覧いただいてる人たちもこうなるほどなるほどっていう感じのコメントをくださっていいですね。はい、でちょっと留守番電話がさっき切れちゃったのでもう一度再度紹介しますとですね、はい、NHK のテレビでやってたんですけれども、うんうん、留守番電話は非常に有効でして、人間って耳元でこう話されるとですね、うん、臨場感で騙されてしまう性格があるので、やっぱり今もテレビ動画でやってましたけど、ご自宅の固定電話を例えば留守番電話にしてると非常にこう、うん、防止にいいということなんですね。やっぱりね、焦っちゃうと、はい、こうね、分かんなくなっちゃったりっていうところもね、はいはい、ありますもんね。みんな知ってる人が多いんですね。騙された人聞くと、あ、もういろいろ知ってたんだけど、もうこうなんか、うん、孫がみたいな感じになっちゃう。冷静になればなんでだろうって、はい、ワンクッション置いて、はい、置いて、うん、はい、じゃあそういう時にこうやって留守番電話とか電話のね機能を使って防止している、はい、ということですね。はい、はい、で最後3つ目なんですけど、はい、本日3つ目最後の謎かけになりますけれども、こちらですね、特殊詐欺を防ぐための特効薬とかけまして、うん、野球の神様の伝記と解きます。その心は、その心はここに NY っていうねヒントが出てますけどね、はい、ニューヨークヤンキーヤンキースですね、はい、その心はどちらもルース伝ということですね。ベーブルースのルース伝で、ルース伝の設定をぜひ。いやー最後もビシッと、はい、ありがとうございます。よっ、行きますよ。よくわかりました。はい、ありがとうございました。こんなにユーモアも抜群な本部長が岩手県のねこの安全を守ってくれてるっていうのは県民の心をつかみ、心に届く、ありがたいです、ね、本当に素敵な本部長で、はい、まだまだねいろんなお話聞いていたいんですけれども、はい、そろそろねお時間となってしまったんですけど、はいはい、なんか持ってらっしゃいますね。あ、こんなところになぜかこんなものが上手個人的な宣伝なんですけど、これは警察の業界雑誌ですね、はい、機関現代警察、そういうのがすごい雑誌があるんですね。あるんですね。なんか司法制度改革と今後の警察とかね。でここに私が一人ちょっと浮いた幸せ目指して笑いを取れっていうですね、笑いを取れっていうなんかエッセイをなぜか書いてしまってですね、これぜひ視聴者の方ですね、はい、900円で売ってますあ売ってます、あんまり見たことない気がするんですけど、書店では売ってないかもしれないですけど、はい、ネットで注文するとか、ね、じゃあちょっとチェックして、はい、探して現代警察、ぜひ知事もよろしければ差し上げます、幸せ目指すってところがいいですよ ね、 すね、幸せ目指して岩手県民計画の同じスポーツ、はい、シンクロしているというちゃんと、はい、なるほど、はい、じゃあぜひ皆さんこの素敵な本も探してみていただいて、はい、しっかり最後は宣伝をして帰る本部長でございます、はい、ありがとうございました、はい、本当に今日はありがとうございました。いや素敵でしたね。私お話聞いててちょっと思いついちゃったんですけど、やっていいですか、はい、島村本部長とかけまして、お家の鍵届きます。その心はすぐかけてきます。あどうですか。いやすごい、ちゃんと技巧というかその 技も駆使して、はい、すぐ学びました。面白い面白い、やったー、はい、なんかロックしようぜとか歌い出すのかなと思ってたら、ちゃんと、はい、ひねりが効いていて、はい、ずっと考えてました。あ、ちょっとこういうひねられた感があります。やった、はい、ありがとうございます。ひねられてしまいました、はい、いや本当楽しかったですね、はい、はい、さあ続いてはやるね岩手のコーナーに行きたいと思います、はい、ここでは岩手の出来事や取り組みなどを紹介していきます、はい、まずは東日本大震災津波伝承館についてです。これは陸前高田市にこう今作られています高田松原津波復興記念
を見ながらこの追悼をすることもできるという伝承と追悼の場ができましたので、ぜひこういらしていただければと思います。はい、さあ音が聞こえてきましたでしょうか。はい、ね、こうやって伝承を伝えるということと、はい、ね、そしてこう復興を祈ることもできるという素敵な場所ができたということですね。津波伝承館の館長はこう知事がこう館長となっていまして、そうなんですね、会員とこう頑張ろうというこの間決意も新たにしてきましたけれども、すでにこう1万人以上の方に来ていただいていまして、っていうか、5日後、まあ、1週間経たないうちに1万人の方々に来ていただいているってことですね。非常に予想以上に多くの方々にいらしていただいていて、評判もいいんでですね、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、ね、でまだ見たことがないという方のためにですね、岩手津波メモリアルの内部の様子、動画で紹介します。見ていただきましょう。岩手津波メモリアルの内部の様子見ていただきました。これ全部きちんと見ようとすると半日ぐらいかかり、またこう書かれていること全部こう読もうとするとこう1日ぐらいかかるとこう言われているんですけれども、はい、まずはこう何度も来ていただいてこう関心のあるところとか印象深いところからこう短時間でも見ていっていただければと思います。入場無料なので、そうなんですね、そういうことが何度も繰り返して来ていただければと思います、ね、もうねちょっと震災を知らないっていうお子様もいらっしゃると思うので、うんうん、はい、ぜひ、ね、一緒に行くとか、ぜひいろんな方に足を運んでいただければと思います、はい、続いてこれから開催するイベントの紹介です。まずは工芸エクスポ岩手です。こちらはどんなイベントになっているんでしょうか。はい、はい、経済産業省が伝統的工芸品というのをこうやってまして、岩手県内では経済産業大臣から指定を受けた伝統的工芸品というのは南部鉄器、岩屋堂箪笥、浄法寺塗、秀平塗とこう4つあるんですけれども、まあ、これを全国から、集めて、展示するというそういう企画です、そして、その伝統的工芸品っていう定義に含まれるものだけではなくて、まあ、広くこう郷土工芸品全般もこの特に岩手からはいろいろ展示されますんでですね、見ていただきたいと思いますし、岩手の食の魅力を発信する岩手の海と大地の恵み満載岩手のゴッツォフェスタというのもこう一緒に行われるのでいいですよ。はい、ね、こっち面白そうだね。アピオ
滝沢市の岩手産業文化センターアピオでやりますので、はい、広々としたところでそういう伝統的工芸品を見て、美味しいものもいっぱい食べることができるようになっています、はい、いいですね。全国のもまた見られると、岩手で、ね、見られるというのも、ウルシデイズ2019のポスターも今出てた、はい、出てましたけれども、まあ、そういう企画もあります。なるほど、ね、ウルシは、ね、はい、岩手の本当に、ね、自慢ですからね、はいはい、11月3日から5日まで岩手産業文化センターアピオで開催の工芸エクスポ in 岩手、ぜひ日本の伝統的工芸品の素晴らしさ体感してください。続いてはいい岩手教えて広めてキャンペーンです。岩手のいいなと感じたことを SNS でハッシュタグいい岩手をつけて投稿すると、毎月抽選でプレゼントが当たるこのキャンペーン、デジタルスタンプラリーとフォトコンテストも同時開催中です。今年の4月から始まり、おかげさまでたくさんの方が岩手の素敵なところを SNS 上で写真や動画コメントと一緒に広めてくださっています。ありがとうございます。キャンペーン期間が11月10日までとなっています。デジタルスタンプラリーとフォトコンテストも同じく11月10日までとなっていますので、いよいよあと1ヶ月切りましたね、はい、ということで、これまでフォトコンテストに応募されている主な写真、ここでちらっとお見せしたいと思います、うんうん、どうぞ。さあ、どんな写真があるんですかね。お、投稿したよというコメントありがとうございます。おお、八幡宮ですかね。メロン平泉のメロン。おお、あ、これは船っこ流しですかね。はいはい。あ、これは観光、浄土ヶ浜ですかね、どこだろう、山あら、これ今私たちが喋ってる声は聞こえてますね。聞こえてるんですね。お、石つぶて、じゃあ喋ろう。わあ、すごい。山王岩、ちょっと遅れてるかも。ここはどこだろう。ソフトクリーム。クリーム、あ、もう終わってる。あっという間に。でもなんか もちろん岩手、全部岩手。そうですね、すごく。ツイッターでこのハッシュタグを押すとこう一気にバーッと見ることができて、はい、あの非常に綺麗で、こう見慣れたものを綺麗に撮ってくださってる写真もあれば、なんか見たことがない食べ物とか、そうでしたね、そういうのをこう送ってくれてる人もいていいですよ。はい、今ねこう応募方法が載ってるかもしれませんけれども、はい、これからの参加も大歓迎となっております。11月10日までなので、まだまだ間に合います。フォトコンテストでは岩手の風景、岩手の食、三陸復興の3部門で写真をインスタグラムで募集しているということです。こちらも最優秀賞者1名と各部門賞3名、入賞者11名に豪華県産品が贈られるということですので、インスタグラムの方もぜひね投稿していただければと思います。これは本当にいい写真がこう、はい、あの投稿されるとですね、あの世界中から観光客がそこに来るとかですね、そういうことが起きたりしますんで、あのぜひ、それを目指してですね、はい、あの自分が歴史を作ってやるぐらいの勢いで写真を撮って、観光大使みたいな、送っていただきたいと思います。気持ちでぜひ送ってください、はい、そしてスタンプラリーは県内外合わせて124箇所が対象スポットとなっています。スマートフォンで公式サイトにアクセスして、お使いの SNS で参加登録をしてください。対象スポットに行くと、スマートフォンの位置情報を使って電子スタンプを押せる仕組みとなっています。条件をクリアした方の中から、岩手県内の温泉宿泊券や美味しい岩手の食べ物が抽選で当たりますよ。スタンプラリーで岩手のいろんな魅力に触れながら、行く先々で撮影した写真をインスタグラムにアップしてみてください。ぜひ皆さん、ふるって投稿してください。以上、やるね岩手のコーナーでした。さあ、続いては ILC 国際リニアコライダー計画のコーナーです。来月の末に日本で世界的な会議が開催されるそうですね。はい。10月28日から11月1日までの5日間、リニアコライダーワークショップ2019が仙台市で開催されます。はい、2016年には盛岡で開催されたこのリニアコライダーワークショップなんですけれども、今年は仙台で開催されるんですね。はい、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの3局でローテーションしながら毎年開催していますが、うん、
アジアでは3年前日本東北での開催、盛岡での開催、世界にとって ILC イコール日本東北という期待の高まりを感じます。はい、前回ね盛岡で開催した時には国内外の研究者約350人の方がこの岩手に集まったということですよね。で今回の仙台での開催でもこの地元の熱意を伝えるいいチャンスになりますよね。はい、リニアコライダーワークショップでは国際会議だけではなく企業展示や地元自治体のブース出展もありますので、ぜひこの機会に岩手東北の熱意や魅力を国内外に大きく PR していきたいと思います。はい、海外の、ね、研究者の皆さんにいい印象を持ってもらえると嬉しいですよね。はい、みんなで盛り上げていきましょう。以上 ILC 国際リニアコライダーのコーナーでした。続いてはプレゼントの抽選に参りましょう。前回は三陸ジオパークポロシャツやボールペンなどのセットをお一人にプレゼントでした。さあプレゼントの応募状況はいかがだったでしょうか。今回の応募は1名です。ズコーン、はい、また抽選なしです。なしなんですね、残念ですが、はい、はい、ということで当選したのはタンパク少年さんです。おめでとうございます。いや、いいお名前ですね。プロテイン大事ですからね。あ、そうですね、はい、タンパク少年さんからのコメントを紹介します。タッソ知事フジポンさん、こんばんは。こんばんは。今回は知事が出演しない会でしたが楽しく見させていただきました。それはジオパークが、ね、ちょっと寂しかったですけども私たち的には、はいはい、ジオパークが地形だけではなく歴史、食、文化などその地域の生活に根付いている全てに関係があることに驚きました。本質を捉えていただいて、はい、しっかり見ていただいたんですね。そして、前半部分自分はいつもとは違い部屋を移動しながらの放送で楽しく見ることができました。はい、探検しながら、はい、若者カフェを、はい、探検しながらお送りしました。10月からも見たいと思いますといただいております。タンパク少年さん、おめでとうございます。おめでとうございます。後ほどお送りしますので楽しみにしてください。そして今回のプレゼントです。今日紹介しました岩手県警察にちなみまして交通安全グッズ反射材をお一人にプレゼントいたします。このようなねそばっちも書いてある可愛らしい反射材もありますね。はい、はいはい、簡単にこうはめることができる便利な反射材で、私も時々使ってます。あ、そうなんですね、はいはい、ぜひね今日この機会に島村本部長にね、うんうん、楽しくいろいろ教えていただきましたので、島村本部長も来ていただきたいぐらいですね。なんかねプレゼント、はい、ということでぜひね欲しいという方応募の際は普段お使いのネームで OK です。宛先は広報アットマーク PREF.iwate.jp 広報アットマーク PREF.iwate.jp までお願いします。メールには第64回プレゼントと記載してください。締め切りは2週間後10月25日金曜日とさせていただきます。当選者は次回の放送で発表します。どんどん応募してください。今回は抽選したいですね、またね。はい、それでは最後に現在開催中のラグビーワールドカップ2019の PR 動画をご覧いただきます。それではどうぞどうぞ。2019年岩手に世界がやってくる。
世界が岩手にやってくるってすごい楽しみですよね先輩。おっ、自分らも負けてらんないっす。三陸の魚美味しいから食べに来て。美味しいお酒があります。今からすごい楽しみです。頑張ってルール覚えます。英語の勉強始めますね。イエス。世界中の皆さん釜石に来てください。盛り上がっていきましょう。カンビズ釜石。あの時は本当に大きに大きに。日本中の人を岩手のパワーで驚かせよう。世界中の人を最高のおもてなしで迎えよう。ありったけの感謝を込めて、みんなで2019へ。さあ大漁旗を掲げよう。ラグビーワールドカップ2019岩手釜石開催。はい、動画ね、かっこいい動画ご覧いただきました。フィジーウルグアイ戦のあの盛り上がりを思い出しますけれどもね。はい、ウルグアイがすごい勝利を挙げてね、それもまた盛り上がりましたね。そうですね、ウルグアイチームは10日ぐらい前から岩手入りしてて、はい、で釜石が初戦だったんですよね。それでもう満を持して、うん、しかもその間こう岩手の食べ物をずっと食べ続けて、試合に出て、フィジーはこう札幌から転戦してきて、あの 3、4日しかこう岩手にいられなかったので、そこがちょっと勝負の分かれ道だったんですかね。差がついてしまったという感じがします。なるほど、やっぱ岩手の食べ物も美味しいですからね。こうフィジーウルグアイ戦で釜石に来た人たちのこういろんなツイートを見てみましたけど、やっぱりこの食べ物が美味しいとか、あの資格がないっていうね、食べ物が、うん、食べ物が異次元とかあのすごい評価いただいていて、やっぱり岩手はこう食べ物の美味しさっていうのが違うんだなと改めて思いました、うんですね。今回ラグビーで応援に来てくださった方もまたね、何度でも岩手に来ていただきたいですよ ね。そしてまだまだラグビーワールドカップ盛り上がっていますが、台風情報には気をつけて、ぜひねみんなで盛り上がって日本もね頑張ってほしいですよね。はい。さあ、そして今日もたくさんのコメントをいただきました。ありがとうございます。今日のコメントの中でキラリと光るキラリコメントを紹介していきたいと思います。今日は一発で、2度目の岩手へようこ そ、 そうという ね、島村本部長へのコメント。今日の放送を象徴するようなコメントで、いや多分今日島村本部長が面白すぎて、みんなあんまり入ってこれなかったんじゃないですか。見るばかり聞くばかり、こちらのコメントが、はい、面白すぎたということで、はい、本当にね今日もたくさんのコメントありがとうございました。今日も内容盛りだくさんでお送りしてきましたが、時間となってしまいました。そうですね、次回の放送は11月19日火曜日午後5時から生放送でお送りします。ぜひね、来月もご覧いただきたいと思います。それでは今回も岩手幸せ大作戦のポーズでお別れしたいと思います。今日のエンディングは、今日ですね紹介しました岩手県警察の音楽隊が演奏する岩手県民の歌でお別れということです。それでは参りましょう。岩手幸せ大作戦。それではまた来月、バイバイ。楽しみに。